ヒゲや。ヒゲや。はい。紐を出してちょうだい。はい。地味なのにして。は、そうね。さやがったの。はい。それから物ついた羽織。はい。お出かけ。え。ねえ、ヒゲ。は。よし、昨日学校行った。は。今度もずっと行って。は。ずっと行ってらっしゃいますね。あ、そう。ねえ、お母様。漁師の学校からお手紙が来たの。ご嫉妬会いないだって。まあ今度ずっと学校行ってないらしいのよ。出席きつねならず、ついてはご相談いたしたき、これありそうだれば。まあどうしたんでしょう。なんか休んでる様子見えませんでした。さあねえ、そういやこんなことありましたよ。いつか声来たら、あんたがお留守で漁吉だけいたことがあって、日曜でもなし、おかしいと思って聞いたら、前の日にお友達と喧嘩したとかで学校行かないんだって言ってましたけど。それはいつ頃。もうだいぶ前、まだ私が田園調布のお兄さんとか言ってた時分。そんなこと思ったらまずすぐ言ってくださらないの。そうだったね。その時言ってくださればこんなことにならなかったかもしれませんのに。そうだったね。言っとくんだったね。今になって困りじゃありませんか。悪かったね。悪かったじゃ済みませんわ。でもその時、私が両吉と約束したもんだから。どんな約束なすったの。もう二度としないから、おばあさんも言いつけないでほしいって。そんなことってないじゃありませんか。両吉のことで私に黙ってるなんて。お母様、それは違うんじゃありません。どういうお考えか知らないけれど、それは言ってくださるのは当たり前よ。その時にはほんと叱ってやらなくちゃ。それは私も叱ったんだけど。お叱りになってもダメよ、お母様のは。私たちじゃありません。どんな約束なすったにしろ、相手は子供じゃありませんか。そんなこと本気でそう思ってらっしゃるの。そんなことお母様だってよくご存知のはずじゃありませんか。何にも子供を育てんなくて。私がぼんやりしていて、これからは気をつけていただかないと。そんなことがあったら何度もすぐ私にそう言ってくださらなくちゃ、うん、私には私の失礼方があるんですから。私がいくら厳しくしたって、祖母があなた方が甘くなすっちゃ何もならないじゃありませんか。そうだったね。私のやり方は悪かったよ。これからよく気をつけますよ。どうぞ。もう予期には一切構わないでちょうだい。